どうもお疲れ様です。今回はですね、不思議な言葉の使い方についてお話ししようかと思います。ツイッターでね、今では X っていうのやつなんですけども、ツイッターで今のね、岸田政権についてものすごくね、口汚く罵っている人がいたわけですよ。で、それに対してやっぱりね、どんな時でも丁寧な言葉遣いしましょうっていう風な正論もあったんですよね。このことについて言えば、やっぱりね、余裕ある人ってのはいつまでも礼儀正しくいることができる、言葉遣いも丁寧にいることができるんですけども、もうね、生きるか死ぬかみたいな時っていうのは断末魔のね、叫びっていうのがあるかもしれませんし、悔し紛れの言葉っていうのは、ね、出てしまうのも人情だと思うんですよね。やっぱりね、その人の苦しさとか限界に応じて、出る言葉っていうのは違うのかなと思います。まだ満ち足りてる人っていうのはね、少しばかり、この国の制度が悪くても、それでもなんとか頑張っていこうと思える余裕がある人なのかなと思うんですよ。今回はね、この件についてどうこう言うわけではなくって、不思議な言葉の使い方についてですけども、私たちは何が丁寧な言葉か、何が乱暴な言葉かっていうのを学習して覚えますよね。例えば、人を励ます時には頑張ってねっていう言葉があります。この共通認識をもとに、頑張ってねって言って、そして頑張ってねって言葉は自分を励ます言葉なんだなっていうふうに学習してるからこそ、その言葉をかけられると、あ、励まされてるんだなって認識するわけですよ。このね、感情と言葉を結びつけるその概念っていうのは、学習により約束されたわけなんですよね。学校の教科書とかに載っていたりとか、普段いろんなところで使ったり耳にするからこそわかるわけなんですよ。でもね、もう、お前なんかやめちまえみたいな言葉があるじゃないですか。この言葉っていうのは、その言葉の概念を知らなければ何とも思わないんですけども、お前なんかやめてしまえっていう言葉っていうのは、人をすごくね、蔑む言葉なんだなというふうに覚えてるからこそ、その言葉が投げかけられた時に嫌な気持ちになるわけですよね。だから不思議なことに、フランス語でね、お前なんかやめちまえって言われても、何を言ってるのか分からなければ気づくことはないんですよ。そう考えていくと、私たちはね、いい言葉、悪い言葉っていうふうに学習してるからこそ、感情に影響を受けるのかなと思っちゃいますんで、一体何なんだろうなと思っちゃいますよね。誰が一体ね、バカ野郎なんて言葉を発明したんでしょうか。そしてそのバカ野郎って言葉は、人をバカにする言葉なんだよとかね、人を貶める言葉なんだよっていう風な約束事を冷静に広めていったんでしょうかね。不思議ですね。はい、ということでね、考えればこんなことになってしまうかなっていうところでございます。でもなんかこう、無意識に出る言葉ってありますよね。無意識に出てしまう、例えば畜生みたいなね、あれは何なんでしょうね。やっぱり漫画とかで悔しい顔をした人が畜生って言うから、それを覚えておいて、自分もついつい、こういう時は畜生って言うもんだな、よし畜生ってなっちゃうんですかね。不思議ですね。はい、じゃあ今回はそんなところでございます。いってらっしゃい。